はい、名馬トークってことでね、歴史的名馬を振り返る回ですね。第6回の今回は、北三ブラック。2012年3月10日生まれのボバ。父ブラックハタイド。母、シュガーハート。母の父、桜爆ン王。通算20戦12勝。うち G17 勝ということでね。お兄さんの湘南バッハ。弟のネクサスハートなども、まあ、ハウスシュボバではありますが、シュボバとして形容されているオープンクラスで活躍した馬たちと。 いう感じでね。まあ、案外この母、シュガーハート名品、今年の青葉賞も、弟のシュガー君が制覇しています。ちなみにね、この写真は2015年のフェブラリーステークス当日、たまたま撮ってた写真でね、まあ、この日の500万下条件を買ってですね、平場のレースを買って、この次のレースでスプリングステークスを買って重賞初制覇。 秋にはセントライト記念から菊花賞を勝つに至るんですが、この段階ではね、まだ注目馬の一頭、まあ、というね、感じでしたね。デビュー戦の安状がね、後藤博樹騎手だったりしたんでね、そこでちょっとこの時期は話題になったりしましたが、まあ、秋に、えー、と菊花賞勝ちからの有馬記念3着は3歳馬最先着ということでね、ここで一気に翌年のトップ候補にのし上がった。 秋から成長したやや万生タイプみたいな見られ方をする。まあ、そんな馬でしたね。馬主は、えっ、ー、と、紅白歌合戦出場50回。まあ、51回連続選出1回自体っていうね。ま、いろいろあだったんですよ。っていうね。北島サブローということで。まあ、紅白歌合戦のね、あの、50回を引退した直後。50回出場して引退した直後に、まあ、この、 キッカ名馬北サンブラックに出会っての喫茶賞ということで、喫茶章を勝ったら、祭り歌いますと宣言していた通りですね、まあ、競馬場バージョンの替え歌バージョンというかですね、歌ったんですね。まあ、ちなみにね、この喫茶賞で僕の出資馬初の G1 出走を果たしてまして、キャロットのね、マッサビエルっていうまま、まあ、期待して現地まで行ったんですよね、口取り取れなかったけど。まあ、そしたらね、 あの勝った馬主に、いわゆる死体蹴りライブ、ウマ娘以外で死体蹴りライブやったの、北タサンブラックだけですからね、まあ、そう考えるとね、ある意味、記念というか、思い出に残ったというかね、昆粛賞というかね、まあ、そういう苦い記憶が残ってるわけなんですけれども、まあ、それ以降もね、まあ、追いかけてというか、たまたまね、現地行けるタイミングが多くてですね、まあ、何度か。 この、ね、あの、祭りを聞く羽目になります。まあ、3歳児の有馬記念の時はね、3着に負けたんですが、その後、ゴールドシップの引退式があったってことで、まあ、もちろんレース終了から引退式まで若干の間が空くんですね。このバツナギでね、北島三郎出てきてですね、まあ、祭りを歌ってくれたんですね。これも含めると、 えーっと、G17 章のうち天皇賞は、天あの、陛下に不敬罪というかね、不敬に当たるということで、えー、っと、歌わなかったはずなんで、G1 で4回と有馬記念で5回かな、祭りを歌ったんですけどね。そう考えると、大阪杯だけじゃねえかな、俺見て、現地で見てないの。まあ、そんな感じでね、ほぼ現地観戦してるんで、まあ、このね、北サンブラック、サブちゃんがね、 50回、紅白歌合戦に出場して、紅白歌合戦引退して、そして、えっと、現地でね、この祭りを歌うのがね、老後のというか、サブちゃんの、数、残り少ないライブ活動の一つになってたような感じでね、その場に何度も立ち会えたことはね、本当に光栄でございますというところですね。 そしてね、3区の初動も極めて良くてね、イクイノックスがね、その世代せ、1年間を通じた世界最強馬っていうか最高レーティングを達成して、種付け量は今や日本一の2000万円。イクイノックス北サンブラックが2000万円でね、2024年の種付け量、日本一対、この2頭どっちか付けたい人はまあ、どっちにしてもこの、そのお値段っていうね、北サンブラックの系統が まあ今や日本のね一大系統と。ディープインパクトじゃなくてブラックタイドからこのライン繋がるんか、ウィンドウイン,ハインハーヘアの子っていう感じでね。まあ、3年目、4年目3区っていうのはそれにしてもやっぱりどっち、あの、3区のレベルとか種付け等数っていうのは落ち着くもんで、まあ今年来年デビューする3区っていうのがね、いわゆる谷間の世代ってことにはなるんですが、その後ね、もちろん、 種付け料2000万円の世代がデビューしてくるわけですから、まあ、この後ね、どれだけさらに活躍場を出し続けてくれるかということでですね、まあ、孫を見るような目でね、北島三郎が、3区をね、見ていって見、見、見届けることができるというのはね、本当に、あの、ちょっと嬉しい話でね。まあ、何度もね、こうやって現地で追っかけたことになる馬だけに、一頭ぐらいはね、 まあ、3区出資したいんですけども、この種付け量ですから、もうなかなか厳しいところ。サブちゃんもね、北三三日月3区ともども、3区が結構結果を出してるんでね、孫を見るような気持ちで老後を過ごしているようでね、それもそれでいい話というか、まあ、ね、50年以上ね、馬主生活、ほとんどね、日高の馬、 こう農山で高い馬買わないかって誘われてもね、身の丈に合わないことはやらずにですね、そうではなく誘ってくれた地元の北海道の人たちのためにとね、日高の馬をね、買い支さて,てきた大歌手北島三郎の晩年がね、その馬たち、その最後に報われた馬によってですね、あの、一つ幸せなものになってるっていうのがね、まあ、馬の世界長年関わってきて報われたなということで、ちょっとね、いい話と。 いうふうに思っています。ということで、今回は北サンブラックの回でした。以上、パッでした。